こんにちは、カツトンです。今アルバイト終わって帰り道です。昨日はご心配おかけしてすみませんでした。今日からまた一から頑張っていきます。はい、お疲れさん。森永の、ジャンボアイスモナカ、チョコモナカ、安くてね、大きいから、半分食べてきたんだけど、もうちょっと食べる。サクサクで、モナカ生地がこうサクサクで、中のチョコはパリパリで美味しい。美味しい。これ紅茶のね、ティーバッグ。飲み物もやっぱりね、自動販売機とかで買うと高いからね。ティーバッグ安いの買ってこうやって自分で作った方が安いんだよね。まあよく考えてみればね、今までこう人生でずっとね、人とのつながりっていうのがなかなかないね、人生を送ってきたもんで、その分ね、食べ物に依存、より食べ物に依存してきたからさ、それをパッと急にね、立てばさ、やっぱり精神が不安定になるのは、それはまあもっともなことなのかなって。調子いい時はなんかそれでいけるような気がするけど、やっぱりちょっと波があるからね、それなんか途端になんかね、不安定になってしまったりする。やっぱね、ハーゲンダッツとかこれ高いもの食べると、よりね、同量同じ量食べた時に満たされる、メンタルのね、が違うんだよね。なんていうのかな、マナーというのかな、命のエネルギーというのかな、わかんないけど、人それぞれ言い方あるけど、同じ量食べた時のそのなんかこう満たされ具合、気が満ちるというか、マナが満たされる、その度合いがやっぱ高い方がね、やっぱね。こういう今のね、食べたアイスも美味しいんだけどね。そういう意味でやっぱり俺はちょっとより高い質のいい食べ物を今までずっと食べてきて、やっぱそれで貯金がなかったんでね。バランス見ながら、節約しなきゃいけないっていうのは事実だから。皮面から切った方がね、なんかなんだかんだでやりやすいかも。この包丁切れねえから。よっ、揉み込む。
とレモンかけてね。いただきます。うまっ。このキャベツの千切りがまたうまい。唐揚げと同じぐらい、唐揚げと同等のなんか存在感とか、ま、美味しさがある。うまいよね。ごちそうさまでした。あー元気出た。うまい、鶏肉うまい。オッケー。ちょっと熱感いただいてもちょっと。いいっすね、脂っこいも食ったとね。ちょっと少し辛口の扱うね。まあ正解なんてね、分かんないけどね、まあ、探り探り、まあ一歩一歩やっていこう。頑張ろう。はい、Amazon ギフトを紹介していただきます。あ、2つね届きました。こう明太からし たかなと、はい、たくあん届きました。ありがとうございます。はい、こちらでね、匿名様がね、からいただきました。ちょっとね、あのダイレクトメッセージでね、あのメッセージいただいたんですけどね、ちょっとまああえてここではあのはい、あのまあそのユーザー名ちょっと伏せさせていただきましたけども、はい、ちょっとね、もういやまだもうAmazonギフトでちょっとお米とかこうたくらんとかね、それであの羊ちょっと設定させていただいて、ね、ありがたくねいただいて食べさせていただきます。ありがとうございます。頑張ります。あとですね、この前のね、生配信の時にね、ちょっと紹介させていただいたんですけど、改めてね、ランドランドさんからですね、こちらので、だし、天然だし、だしパックですね、カツオとかのね、だし、ね、いただきました。これもちょっと買うと結構、まあ、高いんでね、ありがたいですね。ありがとうございます。あとね、ちょっと例のね、まあ、デザイン、デッサンのね、ヌード写真集ね、それもちょっと勉強のためにいただきましたね。はい、ちょっと映せないですけどね、ランドランドさんからもいただきました。ありがとうございます。頑張ります。お布施の投げ銭の方もいただいております。秋の散歩はショパンの調べさん、ありがとうございます。復帰当初からいつも応援してくれてありがとうございます。自己愛の真髄、そうですね、自己愛、本当に自分を愛すること大切だと思うんで、はい、皆さんのお手本になれるように頑張ります。クラフトビール飲みに行っていいんすか。ありがとうございます。ありがとうございます。いやーでもちょっとみんなからやっぱり怒られそうなので、発泡酒をこれで買わせていただきます。あとは資金として大切に受け取らせていただきます。本当にありがとうございます。頑張ります。